こんにちは、お世話になってます。こちらこそ。昨日は息子さんがいていただいて、そうみたいですね。ありがとうございました、はい、すみません、美味しかったって言ってました。ありがとうございます、はい、
これなんだ。周りに波がなくて、そうですね、余白で、まあ、この波もまた珍しいんですけどね。で周りは16角なんです。そうなんですよ、面取りになっているというか、よく本に載ってるのはあの普通のもう丸の丸ですか、はい、うん、正規の丸の2匹のバージョンもありますし、はいはい、あ、そうですね。裏の目は何なんですか。これ確かウズフクやったと思うんですよ。ウズフク、綺麗ですね。そうですね、もうスキッとした。鹿とモミジも好きなんですよね。あ、僕もそうなんです。鹿とモミジ、これもいつか一枚と思ってますね。確か柴田コレクション載ってましたね。あ、これ載ってるんですか、はい。
純金ですね。純金、はい。はい。何の足しにもなりませんけど、挨拶しても。この前の全部買ってたんや。そうです、そうです、そうです。今日のために。あ、今日のためにか。一応パックしてるために。そうです。平松さんのだったし、そう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 、そう、だからいつもお世話になってるから、今日も適当に上がっておるかなと。親父がこうやってこうやってんの。7番。はい。うん。はい。
ごめん、これお値段がついてない。これいくら？ごめん、これいくらって言ったやつ。8000円。チャイナか。安い？きつい。あ、きつい。すみません。Too severe。Severe English。24,000円を。15,000円。15,000円。OK です。はいはいはい。どうですか。5,000円何も違う。分析と。2万円出してくれたよ。15,000円出しました。15,000円払いました。はい、だから5,000円。じゃあいいのね。はいはいはい。ええ、お金は今度大立てていいよ。ほんまかいな。熱いよそれ。これ柴田コレクションで見た。ナルコの図。これが面白い。これ。これ？うん。普段出会わないかな。私も初めて出会った。何の模様ですかねこれ。ねえ、雨だれやと思いますけどね。あ、雨だれ。うん。に中なんかバツが。そうそうそう。あ、いやいや。
ね、広島のね、業者さんもね、たくさん知ってるんですよ、私。あの、ダンバーの方に結構、うん、あるんですけど、あれ、出したけど、奥の方がいいや。ちょっと様子見ましょうか、これ。じゃあ、6万。で、なおかけ2500円計算。ほんなら1万4000円か。はい。ね、じゃあ、そうします。これは多分使いやすいと思う。値段外さんでいい？はい。数あるで書いてあるかも、多分まだ。はい。はい、確か20ぐらいで入ってる。一人でやってんの？あ、違うか。違う？やるか、私。いやいや、ここはね、鉄が入るか、なんやかに。そうだね。うん。でも、あれも。
これハイライトですかね。コール、うん、あ、コールですかこれ。コール。ハイライトかと思った。まあ、本来はひょっとしたらこれは違うよね。ここがあれだから普通は刃がついてるんですけど。ああ。このタイプはこの縁がかなりこうあるから蓋はないかもしれない。ルビンのやつはよく蓋がついたやつだけど、これ薄ルビやから、ね、薄ルビ柴田さんがこういう薄ルビすごい好きだ。ああ、そうなんですか。
にご連絡いたします。お客様がお買い上げになられた赤江の鉢をお預かりしていただいている業者さんは本部までお越しいただけますか。業者の方にご連絡いたします。お客様がお買い上げになられた赤江の鉢をお預かりしていただいている業者様は本部までお持ちください。出した今それ撮影する看板を。あすいません。いいですよ。いつも隠してるのに。なんで隠すんですか。必要ないですよね。有名人だから一応。ああそうです。看板があんまりよくない。看板が。ねちょっとやばいもんね。看板作らないか。作ってる人いるよね。大体何がお好きなんですか。あまあ今里が好きですけど、まあ、最近国谷とかも好きですね。それどうですか。買ったばっかり。買ったばっかり。うん、でそれだから。さっき問い合わせありましたわ。インスタ載せてるから。でも好きは好きですけど、僕の買える値段じゃない。すごい安いのにそれ。あの白の。はい。5万8000円。ああそうですか。傷があるから。ああね。こっちにもあるんだけど、こっちはちょっと傷がマシだ。はい。もう良心的な値段ですよ。安いよねうちは。なんかよく売れる。もうお客様がお買い上げになられました。赤江のお皿をお預かりいただいている業者様は本部までお越しください。これも国道。あ、これもですか。うん。で、水車か。これは珍しいよ。うちわの形が。うちわですか。うん。だからあの、なるほど。下の方がこう掘る。はい。ああ。これなんかこの値段なんでしょう。はい。昔っていうか3年ほど前にこれオークション出たんですよ。はい。でその時35万で買った。あの業者買ったんです。東京の業者が35万で業者が買わったんです、うん、ほんで最近になってまあ売れなかったんでしょうね、はい、大阪の会で出したんです。あでもなんか私もその時欲しかったんだけど、はい、高くて買えなかったから、はい、そのもう僕も生きてもらったんです。これなんか、はい、あの徳利美術館に入ってるのは値段150万。徳利さんで